新州は中華人民共和国が打ち上げた有人宇宙船。新州は新州、仙女と同じ音である。2003年に打ち上げられた新州5号によって同国発の有人機動飛行に成功した。有人宇宙飛行に自力で成功したのは世界でもソビエト連邦、アメリカ合衆国に次ぐ3番目で42年ぶりとなった。 新州5号ロシアのソユーズ宇宙船を基本としているため構造は非常に似ているがソユーズより全長が長く大型化が図られており居住スペースも広くなっている3つのモジュールから構成され小型の太陽電池パドルを備えた軌道モジュール半段上の基幹モジュール大きな太陽電池パドルを持った推進モジュールがある地球に帰還するのは真ん中の機関モジュールのみで 推進モジュールは使い捨てだが、中国固有の設計思想で作られた軌道モジュールは、捨てずに周回衛星とすることができるほか、次回の有人打ち上げの際に、宇宙空間で回収、ドッキングできるように設計されている。これにより、軌道モジュールを使用した長期の無人宇宙実験ができ、また将来の宇宙ステーション建設の際の技術習得につなげられると考えられる。 機関の方式もソユーズ宇宙船とほとんど同じである。逆噴射を行った後、機関モジュールを分離して再突入する。突入時の G は4から 5G、高度 10km でパイロットシュートを展開し、続いてドローグシュートを展開した後、高度 8km でシュパラシュート1枚を展開、高度 6000m で 280kg のヒートシールドを投機、投機20秒後に、 座席のシート口を上げて着地時の衝撃に備える。高度1メートルで4機の個体ロケットを噴射して衝撃を緩和させる。1時40分模型、新州1号中国は米ソの宇宙開発時代初期にソ連の援助で独自の宇宙開発計画を推進しようとしたが、1960年代に両国の関係が悪化したため、ソ連からの技術供与が中断した。 このため同国は自力でロケットなどの開発を進めた結果、1970年4月24日、ソ連アメリカフランス、日本に次いで世界で5番目に調整1号ロケットで人工衛星東方クレナ1号の打ち上げに成功した。また、1975年11月26日には、機関式人工衛星の大気検査い突入に成功している。 1986年から宇宙計画の対抗といえる863計画の中では有人宇宙飛行に初めて触れ宇宙船の検討を行ってきた。アメリカ航空宇宙局が未来の宇宙機関として宣伝してきたスペースシャトルのように有翼式の再使用型宇宙を換気を押す声がほとんどであった中、技術者たちは使い捨てのソユーズ方式を選んだ。 スペースシャトルのような宇宙王換気は非常に複雑な技術であり基礎技術の弱い中国では不可能だとして堅実な方法を選んだのである。1992年4月に新州計画を発表する。この命名は郝卓民闘争書記によるものであると言われる。1993年6月には宇宙事業政策を統括する中国国家公典局ロケット 人工衛星の国営企業、中国航空航天装甲子を設立して、高性能ロケットの開発に集中。1995年3月に、ロシア連邦と有人衛星技術供与協定を成立させ、ソ連の崩壊後、外貨獲得のために、ロシアが提供してきたソユーズ宇宙船の技術を研究し、独自の宇宙船の開発を行ってきた。また、 モスクワでの宇宙飛行士の訓練を受けて打ち上げを目指してきた。2011年11月のザ・ボイス・オブ・ロシアの報道によれば、ロシア機械技術研究大学の技術輸出部の部長と3人の職員がロシアの秘密技術を中国に違法に売った罪で2005年に5から20年の禁固刑を宣告されたということであり、ソユーズ宇宙船の技術が 中国で使われている理由の一端が伺える。1998年5月2日に改良型ロケット試験機、調整2号兵の打ち上げに成功。中国はアメリカ・ロシア中心の国際宇宙ステーションへの参加を認められていないため、将来的には自前の宇宙ステーションの建造を目指している。1999年11月20日、完縮省。 内モンゴル自治区の境の主戦衛星発射センターから、調整2回型ロケットによって打ち上げられた。地球周回軌道を21時間飛行した後、機関カプセルが内モンゴル自治区に着陸した。新州8号以降の新州号宇宙船の設計、ドッキングポートのデザインがある。2001年1月10日打ち上げ。猿、犬、うさぎ、カタツムリなどの動物を乗せており、 生命維持装置の実験を行った。軌道変更用エンジンを3度使用して軌道変更実験を行い3月16日に機関カプセルの回収に成功した。軌道上に残ったモジュールもその後半年にわたって運用を続け搭載した実験装置による宇宙実験を実施した。2002年3月25日に打ち上げ宇宙飛行士のダミー人形を乗せ 船内環境の計測と独自開発した宇宙服の動作テストを実施、地球周回軌道を108周した後、4月1日に機関カプセルの回収に成功した。2002年12月30日に打ち上げ、ジ人打ち上げに向けた最終リハーサルを行い、打ち上げ数時間前まで飛行士が登場して準備を行った。3号同様に人形を乗せ、宇宙空間では、 搭載機器による実験を行う。翌2003年1月5日に機関カプセルの回収に成功した。同時に打ち上げられた電子偵察衛星では、補助ロケット噴射で方向を逆転させ、一時的に軌道を離脱させる遠隔操作、衛星からの偽装物体放出など、軍事色の強い実験もいった。新州5号の機関モジュール2003年10月15日午前9時。 空軍の用都市ー中佐一人を乗せて打ち上げられた。高度3 4 3トルの円軌道を約21時間飛行した後、10月16日午前6時23分に同国内モンゴル自治区の草原地帯に着地した。要中佐は無事に帰還した。2005年10月12日打ち上げ、2度目の有人宇宙飛行に成功した。乗組委員は、 飛シュューと上海ガチの2名で10月17日に無事帰還。打ち上げの模様が初めて中継放送され、地震のほどを世界に表した。2008年9月25日に打ち上げ。乗組委員は、敵氏、強氏、竜のりあ京、海宝の3人。9月27日に、敵氏、強氏が15分間の船外活動を行った。あと、 翌9月28日に内モンゴル自治区中部4、使用機の着陸場に無事帰還した。2011年11月1日に無人で打ち上げられ、無人の宇宙ステーション実証機天宮1号とのドッキング試験を2回行った後、11月17日に帰還した。2012年6月16日に打ち上げ、乗組委員は、K、海宝、竜王、竜洋の3人。 6月18日、天宮1号との自動ドッキング、6月24日、午後、手動ドッキングに、成功。6月29日午前中国、内モンゴル自治区に着陸、無事帰還した。2013年6月11日に打ち上げ、乗組委員は、上海、マサル、長行工、大和平の3人。天宮1号とは6月13日に、自動で、また6月23日に、 手動でドッキングを行った。6月26日午前、中国内モンゴル自治区内に無事帰還した。2016年10月17日に打ち上げ、乗組委員は、警戒砲と、陳府ゆの二人。10月19日、天宮2号との自動ドッキングに成功した。11月18日午後、中国内モンゴル自治区内に無事帰還した。 2021年6月17日に打ち上げられた。ありがとうございます。